ミハイル・ユーリエヴィチ・ガルージンは、ソビエト連邦時代から、生え抜きのロシア連邦の外交官、現中日ロシア大使。ガルージンは、英語と日本語を話すことができ、ロシア外務省、第三アジア局長や日露首脳会談の通訳を、務めたこともある地日派の外交官で、中日大使就任前に3度の中日ソビエト、連邦大使館、ロシア大使館での勤務経験がある。 父もソ連大使館の外交官であり、1966年から5年間を日本で過ごした。一方で、第二次世界大戦終結直前の1945年8月9日のソ連対日産戦を正当化する論文を発表した他、北方領土問題や日露間平和条約締結問題では、強硬派としても知られる、エフゲニー・アファナーシエフ大使の退任に伴い、 2018年1月29日、第6代中日ロシア連邦大使に就任。同年12月14日、安倍晋三内閣総理大臣が日本語を話す、中日各国大使22名及び、直駐中日大使1名を総理皇帝に招いて、昼食会を主催したが、ガルージン大使も参加した、各国大使のうちの一人であった。また、 2020年1月8日に開催された昼食会にもガルージン大使が参加している2019年10月22日、皇居聖伝末の間で、近城陛下の即位礼聖伝の儀が取り行われ、イリアス・マゴメド・サラモビジ、ウマハノフ連邦院副議長と共に参列した。妻との間に息子が一人いる。ありがとうございます。